いらっしゃい、二人とも。あれ、お姉さん？こんにちは、郡山さん。お菊ちゃんから聞いたの。こんな面白い場面を見逃すなんてありえないわ。もちろん、ただのヤジ馬じゃなく、サポート役として立ち会うってことよ。あら、どちらも本音なんだから問題ないはずよ。あなたが一人で女の子をサポートできるなら黙って見ているけれど、大丈夫なの？ようこそおいでくださいました。あの、もしかしてそちらにいらっしゃる方が？そうね、郡山さん、そこで目を閉じてじっとしていてくれるかしら。郡山さん？あの、郡山さん、もしかしてもうお菊ちゃんが見えてるんじゃない？まあ、そうなんですか？なんだか私が責められているように聞こえるのだけど。でも不思議ね、なかなかいないものなのよ、素のままで霊が見える人間なんて。私初めてなんです。初体験？今までその見えたことなんて一度もないんです。知らぬが仏。何はともあれ、手間が省けたわね。ほら、念願のご対面よ、お菊ちゃん。いえいえ、お気になさらないでください。はじめまして、出雲菊と申します。本日はわざわざお越しいただきありがとうございます。お会いできて嬉しいです。お顔も背丈も本当にうり二つなんですね。あ、そうですよね。お会いしたばかりの方にぶしつけでした。失礼いたしました。あまり構えずにお話ししましょう。これから親しくさせていただけると嬉しいです。大丈夫。郡山蘭子です。初めまして。蘭子ちゃんですか？可愛らしい名前ですね。本当に私とそっくり。声まで一緒だものね。こうしてみると合わせ鏡みたい。先ほども名乗らせていただきましたが、私は出雲菊と申します。三月ほど前から幽霊をやっております。今より昔の明治という時代に商いをして暮らしておりました。そんなに昔の人なの？そうは見えませんか？
昔の時代のものですのに、皆さんのお仲間に加えていただいてよろしいんですか？うん。そうね。せっかく現代にやってきたんですもの。思いっきり楽しまないと損よ、お菊ちゃん。はい、ありがとうございます。皆さんと一緒に楽しく過ごさせていただければと思っております。あの、菊さん。はい、何でしょう。菊さんは本当はいくつだったの？確か去年は18だったと思います。お菊ちゃんの時代だとまだ数え年が一般的なはずだから、あなたと同じ17歳ってことになるわね。まあそれは奇遇ですね。同い年の方に出会えるなんて嬉しいです。せっかくですから、もっとお気を楽にして話しかけてくださいね。あなたにはいろいろとご指導をお願いしたいです。お願いします。私にそっくりな人がいるって聞いて、最初はすごくびっくりしたけど、幽霊さんがここで悩んじゃってるって。それで私が何か役に立つかもしれないからって。感激です。なんて優しい方なんでしょう。でもそれはお兄さんが言ってたことで、私はその最初は嫌だったんだけど、お兄さんが何度も誘ってくれて、それで本物の幽霊さんってどんな感じなのかなって、それくらいしか考えてなくって、ごめんなさい。いいえ、嬉しいです。こんな私でよろしかったらいくらでも見ていってください。よければ体に触ってみますか？すり抜けてしまいますけど、幽霊に触ってみるのも貴重な経験ですよ。え？あ、その…大丈夫ですよ、遠慮なさらないでください。確かにそれは恥ずかしいです。それじゃあ、私も今度でいい？ごめんなさい。いえ、大丈夫ですよ。もっと暑い日なんかはぜひおすすめですよ。私に触れると涼しくなるみたいですから、夏場は役に立つと思います。そういえば、ゴリヤマさん、今日は妖精さんは一緒じゃないの？え？せっかくだから、妖精さんも紹介して差し上げたら？私、幽霊と妖精の会話にもすごく興味があるの。それは、今日はちょっと…あの、妖精さんって何ですか？気になります。教えてください。はあ…そうなの？残念だわ。あなたとお菊ちゃんの並びはそろそろ見慣れてしまっているし。
私も妖精さんにお会いしたかったです。またの機会にぜひお誘いください。うん、伝えておくね。はい、今日は私のために本当にどうもありがとうございました。皆さん、また来てくださいね。ランコちゃんも絶対にまたお話ししましょうね。またね、おきくちゃん。さようなら、また来てくださいね。さようなら。今日はとっても楽しかったわ。二人はこれからどうするつもりなの？大丈夫、一人で帰れるから。さようなら。